とりあえずね、今国道20号のね、はい、山梨県白州町っていうところまでねやってきました。さあちょっとここでね、今回は休んでご飯食べたいと思います。さあではやわって食べましょう。はい、とよし、ではねちょっとご飯食べましょう。ちなみに今回はね、はい、行くところはね神奈川県のね茅ヶ崎です。よいしょ。さあとりあえずご飯食べましょう。さあとりあえず今日のご飯は、今日のご飯は今回はこれ、これとこれにしましょう。はいはい今日はねサラダなんですけど、はい、コーンサラダあれ端が取れん、取れた。コーンサラダとね、じゃじゃーん、見えますか。はい、これです。今回はいなり寿司で、これね妻がね嫌いな自分は大好きなんですけどね。はい、これグリーンピースとね、これコーンとツナと切り干し大根と、これあとね地元でよく食べる、はい、芋天です。芋天、普通の天ぷらと違ってねちょっと甘く作ってあるんですよね。地元ではね結構昔から食べてます普通の天ぷらではないんですよね。ちょっとねどっちかというとねあのホットケーキホットケーキっぽい生地に、生地というかね、うん、生地か生地にね芋をつけて揚げただけです。ではいただきます。ね、まあどな、うん、ちょっとね甘く作るんですよ。本当の郷土料理はね、なんかもうちょっと砂糖たっぷりらしいですけど、うん、ちょっとね控えめにしましたって言ってました、まあ、芋もね甘いんでね、うん、うん、美味しかった、うん、稲荷はね、あの今回スーパーに売ってるあのもう味付けもしてある稲荷を買ってきました。稲荷、うん、なんていうのかな、なんていうかな、ご飯が詰まってないあの味付けした稲荷を作りま、なんて言えばいいんですかね、あれ4パックついとって1パックに4枚入っとるんかな。もうタレにつけてあってね、あとそっからご飯を中に詰めるだけで稲荷ができるっていうね、お手軽稲荷あれをね買ってあったんで、それをご飯ね自分が詰めて今日持ってきました、うん、美味しいです。まあ、ただねご飯詰めるだけでね稲荷ができるんで美味しいですよいしょ。さあ美味しかった。グリーンピースもね本当はご飯に乗せたかったんですけどね、稲荷を作っちゃったんでまあていうかね、稲荷のね賞味期限が近かったんで急遽
いなり寿司にしました。まあでもね、グリーンピースもおかずにできるんで美味しいですよね。嫌いな人はちょっとダメかもしれませんが食べれるね人は美味しいと思います。あとね、うん、切り干し大根と、ツナとトウモロコシといりごまと酢と甘酢やったかな、醤油入ってるんかな、いやでも結構美味しいんですよ。うん、醤油入ってないかな。作るところを見とったんですけどね、自分洗い物してたんでね何を入れてるかわからない。うん、でも美味しいです。またね、切り干し大根なんてね珍しかったんでね、美味しいんですよ。うん、美味しかったです。味付け食べたんやけどな、あんまりわからんのやさな。何でも美味しいんでね、ちょっとダメやな、もっと詳しく伝えれればいいんですけどごめんなさい。まあとりあえず美味しかったです。ではね、今回はここまでにしたいと思います。もしよろしかったらチャンネル登録もお願いします。ではまた。